わー、潰されちゃったー。ブヨブヨ、部屋に泥棒入ってきたよ。寝たふりしておこう。皆さんどうも、ドイヒーです。ツッコミ役の先生です。今日やるゲームはこちら、なんとかみ空気読みね。ちょっと漢字読めるようになってくれよ。説明も読まずにやっていきましょう。絶対読んだ方がいいけどね。でも読みたくても漢字読めないから。言われてみたら、どんなゲームなんだろうな。真ん中のが僕か。座ったまんま歩いてる、すげー。座ったまんま歩くゲームか。座ったまま歩くゲームってつまんなそうだな。なんかよくわからんうちに終わっちゃったぞ。多分席を譲ってあげたからクリアってことじゃないかな。クイズ的な感じのゲームなのか。それじゃあ次のクイズ行ってみよう。ドミノが倒れてきたけど止まっちゃったよ。赤いドミノは強いのか。多分赤いのが操作できるんだよ。説明読まないからわかんないじゃん。まあ操作方法が分かったとしても倒れないけどね。ドミノなんだから倒れなさいよ。失敗したからもう一回かな。でも次に進んでる。間違ってもいいんだ。うせって出てきたけども吠えちゃったよ。どのボタンが何か分からないまま進んでくな。次行ってみよう。次はエスカレーターだ。なんか喋ってる。コントローラー触ったら避けたよ。今のは避けないで2人でどんどん下がってって追い込まないと。何のためにだよ。マナーがないな。先生は髪の毛ないな。それは言わないでよ。さあ次行ってみましょう。鳥が縦にいっぱい。この間をうまくかわしていけってことなのかな。当たらないようにしないとっていっぱい当たっちゃったよ。下に空間があったからそこに入れってことじゃないの。知らん。めちゃくちゃ冷めてるな。この人たちハゲてるな。どんどん行っちゃおう。あ、サンタさんだ。起きてサンタさんと握手だ。なんで寝ちゃうんだよ。ボタン押したら寝ちゃうってことだったのか。失敗した。だけどこれは寝たふりで近づいてきたところを襲ってプレゼント全部もらうんだ。恐ろしいな。テーペロ。テーペロじゃないよ。次の問題はなんか聞いてきてるぞ。みんなが生って言っている。これはメニューかな。じゃあ僕はこのお店が欲しいな。お店は買えないでしょう。ここはみんなに合わせて生のビールにしないと。生のビニール？みんなそんなのがいいの？生のビニールなんて欲しくなるわけないでしょ。ビールだよ。ビールとかよくわからないよ。何にも起きないな。どうしちゃったんだろう。適当にコントローラー触ってたら何か起きるかな。ボタン押した。これでよかったの？店員さん呼ぶボタン押したんだよ。ファミレスとかにあるだろ。僕ファミレスとか行ったことないからわかんないや。そうだったんだ。じゃあ今度ファミレス行くことがあったらそのボタン連打してみよう。連打するなよ。店員さん迷惑だから。次はまたこのメンバーだ。 ABA。 じゃあ僕も A。 本当は下の男の子選びたいけどね。なんでだよ。上の中から選びなよ。結局 C を選んでる。正直美女と野獣だから C の子来てくれてよかったよ。何言ってるかわかんないな。ボーリングの球が転がってボールに当たらず吹っ飛んだ。念力で吹っ飛ばした。僕がボーリングやるときは地面揺らして強引に倒すよ。それズルだから。あ、ヒゲ生えてるからお豆三四郎だ。確かにお豆三四郎もヒゲ生えてるけど。次は前からなんか転がってきた。気合で跳ね返せ。あー潰れちゃった。なんでかわさないんだよ。転がってくるからビー玉ビースケかと思った。どう見たってビー玉じゃなかっただろう。次はチャイムが鳴ってなんか言ってる。学校でやってるやつだよ。あ、すっぽんぽん祭りね。違うよ、挨拶だよ。急いでやったらこけちゃった。学校でこれやろう。危ないからやめなよ。次はお化け出てきた。怖いけどお化けに会った記念に頭につけてる三角のやつ無理やり取っちゃえ。襲われるからやめなよ。というか携帯に夢中だな。カレンダーのアプリに夢中なのかな。カレンダー見てても楽しくないだろう。
にゃんこ大戦争だよ。確かににゃんこ大戦争は夢中になっちゃうよね。僕なんてまだまだクリアしてないステージたくさんあるし、あとガチャで一体確定とかやってくれるの嬉しいよね。あーにゃんこ大戦争やりたくなってきた。今は空気読みに集中しろよ。次はみんなの体が伸びた。伸びたんじゃなくてしゃがんだ状態から立ったんでしょう。あとタイミング合わしなよ。何回伸びれるか競ってんじゃないの。競ってたらみんなもっと必死にやるでしょうが。ダントツで1位だったな。やんわりと見えて消えてった。次は雨が降ってるな。ボタン押したら傘よけた。半分濡れちゃってるよ。もしティッシュでできた服着てたら破れちゃってるよ。ティッシュの服なら雨じゃなくても破れるよ。あ、せっかきの男の子が出てきた。心臓の音が聞こえてきてすごい緊張してるみたいだ。これはバスの中かな。じゃあボタン押そう。押さなくてもよかったんだよ、次終点だから。ま、押したけど降りないけどね。押したなら降りれよ。次はまた電車のやつだ。次、座り歩き。座りながら自由自在に歩くことができて空を飛ぶこともできるぞ。あまりの凄さにどっか行った。席譲ってくれないからどっか行っただけだよ。席なら空いてたよ、空飛んでたから。空飛んでる人の下に座りたくないじゃん。またこのカップルだ。どっちか選ぶのか。当然ロボットアニメジジカリオンを見るぞ。シンカリオンだろ。なんだよジジカリオンって。老人ホームがジジイロボットに変形するアニメだよ。面白くなさそうだな。またこのカップルだ。彼女の横じゃなくて後ろを歩こう。ストーカーだよ。ストーカーになるんじゃないよ。後頭部のつむじを見るストーカーだよ。特殊なストーカーだな。この人僕の髪型真似したのかな。次はニュースだ。あ、カツラ取れた。ハゲ先生だ。ハゲ先生だ。大丈夫かドイヒ。ハゲで笑いすぎだから。ハゲに笑いすぎて。あ、ちょっぴちょっぱー。次は侍とおじいちゃん。侍どっか行った。絶対侍の方が強いのに逃げたってことは、このおじいちゃんがジジカリオンの操縦士。ジジカリオン操縦してるやつもじいちゃんかよ。弱そうだな。次はまたこのカップルだ。いや、カップルではなくストーカーです。後ろからずっと見てるよって変なやつ出てきた。ストーカーよりヤバいやつ出てきたな。またこのカップルか。男の方ちょっとハゲてきてるよね。ジジカリオン見に行くんじゃないの。絶対老人ホーム変形ロボジジカリオンババア星人の逆襲見た方がいいって。こんな映画だったら彼女も帰っちゃうよ。バイバーイ。ジジカリオンだったら映画始まる前に帰るよ。次は何してんだ。やめなさい、こんなところで相撲を取るのは。相撲じゃないから、抱き合ってたんだから。抱き合ってるのが許せなかった若き頃のハゲ先生。勝手にこれを先生にしないでくれよ。いけ、ジジカリオン必殺入ればぶつけ。技の名前もヤバすぎだな。次は太りすぎだよ。ブーで行くんじゃん。肉まんは中の肉しか食べないブーって言ってそうだよ。結局これは何だったんだろう。そして変身したら痩せたかった。カラー戦隊4レンジャー with デブ。デブもメンバーの一人だから。次はテトリス。いや、これロボットの右腕になりそう。いや、やっぱりテトリスだね。そんなことよりもゲーム名がブヨブヨだよ。ブヨブヨをブヨブヨがやってるよ。っていうかビチョビチョだよ。そしてツルツル。今先生の頭関係ないだろう。次はパソコンやりながら舌噛もうとしてるのかな。そんな危ないことするわけないだろう。
みんなもダメだよ。注意しなくたって危ないことはしないよ。だから僕の真似もしないよ。自分が危ないやつだって気づいてたんだ。特にアジビジバーは真似しちゃダメだよ。あれは真似してもいいだろう。っていうかむしろ真似してほしいだろう。先生、ゲームに集中してるからちょっと黙ってて。アジビジバー、頭の中がはしごでいっぱいだよ。太っててハゲそう。次はハゲだ。頭つらつらだよ。大丈夫かドヒ。もうダメぞ。今日の動画終わりにしといて。なんだよこの動画の終わり方。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッ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 チャンネル登録よろしく。